皆さんお疲れ、サントリーハイボーズです。今日はこちら、パッケージが新しくなったトリスクラシックでございます。4月の中旬頃から順次出荷されるものについて新しいパッケージになっています。今日はこの新しくなったトリスクラシックをですね、飲み比べしようと思ったんですが、なんと旧パッケージ新パッケージに味の変化はないということで、パッケージなりの変更だそうです。新しいパッケージだと思って飛びついたんですけど、よーく調べてみると飲む前から残念な結果になってしまいました。まあしかしですね、サントリーウイスキートリスクラシックハイボールでちょっと楽しみながら、レモン炭酸水でも終わって味の違いを楽しんでいこうと思っています。サントリーのトリスですが、歴史はとても古いものになります。1946年に誕生し、日本でウイスキーがなかなか飲まれてなかった時代に、サラリーマンの間でトリスハイボール、トリハイという名称で親しまれた商品です。このトリスクラシック自体は比較的新しく、この度パッケージが変わったということで、このおじさん分かりますか？このおじさんにも名前があって、アンクルトリスというそうです。私も知りませんでした。トリスおじさんということですね。アンクルトリスをパッケージの上部に大きく配置することによって、まあ、親しみやすさをより強調したというところでしょうか。それではトリスクラシックハイボールでいただいていきます。はい、それではトリスクラシックハイボール、トリハイいただきます。味としては少し甘みがあります。辛さとかピリピリ感とかそういったものはないですね。買ってから気づいたんですけど、このトリスクラシックアルコール度数 37% で、まあ他の 43% ぐらいあるウイスキーと比べるとアルコール低めです。まあ、なので初心者の僕なんかには飲みやすいといえば飲みやすいですけど、これを選ぶとしたら、まあ価格で選ぶぐらいで、ただこれの価格を出すんだったら、まあリクとかですね、角杯の半分ぐらいの価格なので、そうですね、やっぱコスパというかコストはいいですけど、パフォーマンスはちょっと三角かなという感じです。なんかこんな動画になって大変申し訳ありません。はい、はい、ごちそうさまでした。こういうウイスキー飲んでもきちんと評論できるような中級者上級者になりたいと思った瞬間でした。ではですね、普通の炭酸水ではちょっと主張がないということなので、トリス缶なんかでよくあるレモン割りですね、やっていきます。それではトリスクラシックのレモン炭酸割りいただきます。さっきよりも苦味渋みが喉の奥にちょっと出ます。トリスだけだと甘い感じが喉に出るんですけど、レモンを入れることによってちょっとレモンピールのような苦味が加えられるのと、やっぱりレモンの爽やかな香りがグッと出てきます。飲みやすさで言うとレモンの方がすっきり飲めるかなっていう気がします。ごちそうさまでした。そうですね、ハイボールにするよりレモンハイボールの方が美味しいかな。少し甘ったるいトリスなので、レモンで割って渋み苦みが出た方が爽やかさが増すというか、ハイボールのすっきり感は出やすいんじゃないかなと思います。まあ、焼き鳥とか焼肉とか、そうですね、濃いめの味の料理にも
ったりになるんじゃないかなと思いました。今日はトリスクラシックの新パッケージということで、名前覚えましたか？アンクルトリスさんです。ぜひ覚えてください。これからもどんどん動画上げて、皆さんに少しでもいい情報をお伝えできればなと思っています。これからもハイボーズをよろしくお願いします。それではトリスクラシック、ぜひ飲んでみてください。失礼します。